い、始まりました。ノラでございます。レイトン教授、続きからやっていきましょう。スタート。はい、前回のあらすじですね。一緒ですね。はい、クロディアを捕まえて、そうですね。で、やっとなんか本編の遺産相続の、もともとは遺産相続の話で来てたんですけど、まあ、猫を探してこいってまずなっちゃって、そう、やっと本題に入れるかなと思ったんですけど、まあ、今度はまあ殺人事件が起きちゃって、まあ、その通報を受けてやってきたというチェルミー警部はレイトンたちのことも疑っていると。うん。で、事件後に姿を消したラモンの捜索、このなんか使用人の一人ですね、を、まあ、サロメ夫人に依頼されて、レイトンたちは街で情報を集めることにしたと。まあ、今の目的はこの使用人の手も見せてる人ですね。ラモンを探せって感じですね。おばちゃんとなんかちょびひげがいますね。なんか指さしてますね。次なんだっけ。そういえばそうでしたね。この親切に真ん中に目的が出てますね。いいですね。食堂のクルトンの話を聞こうだって。ちょびひげなんだっけ、なんか喋ってたよね。ふむ、神隠しの件ですな。情報屋としての私の見解は、さてふむ、どうしました。おお、そうですね、噂話のことなら、なんか隠してるっぽいんだよね。食堂のマスタークルトンさんに聞いてみてください。もう言いかけてやめんのやめてほしいんですけど。はい、次行きましょう。食堂はどこだ。食堂あれか、なんか最初らへんにあった気がする。デックさんですね。いや、相変わらず目力すごいな。食堂、それならここから西に行ったところだぜ。それよりもここでお前たちに大事なことを教えてやる。お、なんだろう。この町の歩き方のコツは何と言っても寄り道だ。そうなんだ。まあ、寄り道しまくって謎を解きまくるってのもね、はい、レイトの醍醐味なのかな。寄り道をしてこそ新しい発見がある、心に刻んでおけ。ストーリーを進める上でも、まあ、情報が手に入ったりするのかな。必要な寄り道は寄り道なのか。とりあえず、はい、ありがとう、覚えておくよ。じゃあルーク、行こうか。食堂はこれか、これだっけ。これはあれか、役場か。なんか謎解き増えてないかな。めっちゃ早速寄り道してますね。町の調査をしているそうですね。うろつき回るのは結構ですが、塔に行ってはなりません。また行ってるよ。いや、行くな行くなって言われるほど行きたくなるんですよね。不思議ですよね。あの塔は町に災いをもたらすのです。ですから塔には近づかないことをお勧めします。めっちゃ念をしてくるじゃん。まあ行くけどね。おー、夏でもマフラー、なんだろうそれ、スカーフ。マック君、まだ犯人は見つからないようですね。事実は小説よりもきなりということでしょうか。なんかいきなりそれっぽいこと言い出しましたね。どうした、いきなり。ところで、今度書く小説にこんな謎を入れてみようかと思うのです。そういえばこの人小説家でしたね。が、ちょっと見てもらえますか。はい、今日最初の謎解きですね。謎34、奇妙な手紙。なんだろうね。40ピカラットですね。あるパズル作家がサークル仲間と海外旅行先から近況報告の手紙をくれた。この中に彼の回った国々の名前が隠されているらしい。それはいくつあるか。なるほど。文章の中から、まあ、単語を見つけてくる謎解きですね。はい。カタカナだらけの手紙を書いたり、案外、楽な毎日だ。老眼だか心配いらないよ。朝はゴルフ、夜ダンス。明日の今頃は空手道場でオーストリアと汗を流しとることだろう。今後も会員同士、ひらめき思考で頑張りたいと思っている。ひらめきって結構大事だよね。はい。回った国々の名前が隠されてると。って一個も探せなかったんだけど、読んでて。いくつあるか。カナダかな?カタカナダ。カナダ、やっぱ線が引けない。カタカナダだらけの手紙をの手、毛の手、書いたり、イタリアか。イタリア。書いたりや。一行ずつに一個あるのかな?書いたりや。イタリアですね。案外楽、外楽、楽な毎日だ。毎日だ、日だ。老眼だが心配いらんよ。イランですね。イランって国あるよね。朝はゴルフ。やっぱりなんか一行に一個ずつありそうな雰囲気ありますね。朝はゴルフ、夜ダンス。朝はゴルフ、夜ダンス。充実してますね。明日の今頃は空手道場。ゴルフやってダンスやって空手やってんだ。すごいな。すごい多趣味ですね。朝はゴルフ。朝はゴルフ?朝はゴルフ、夜ダンス。ヨルダンってあるよね。ヨルダンですね。夜ダンス。明日の今頃は空手道場で。今頃は。明日の今頃、なさそうですね。
オーストラリアか。オーストラリアか。これは分かりやすいね。オーストラリア。なるほどね。うん。で、と、汗を流し取ることだろう。トルコ。あ、すごい、なんか回りくどい言い方かなと思ったら、トルコですね。オーストラリアと汗を流し取ることだろう。今後も会員同士、ひらめき思考で頑張りたい。頑張りたいと、思っている。今後も会員同士、インドか。インドですね。会員同士、ひらめき思考で頑張りたいと思っている。ひらめき、メキシコ、ひらめき思考ですね。ひらめき思考。ひらめき思考、なんか面白い響きだね。ひらめき思考で頑張りたい。頑張りたいなんかあるかな？バリたい。バリか。頑張りのバリ。え？バリ島っていうよね。バリ島、バリは国なのか？まあ、とりあえず、と思っている。思っている。いる。最後のはなさそうですね。どうしましょう。カナダ、イタリア、イラン、ヨルダン、オーストラリア、トルコ、インド、ひらめき思考、頑張り、バリ。バリって国あるかな？まあ、とりあえずね。1,2,3,4,5,6,7,8,9。9個かな？まあ、とりあえず9個で行ってみましょうか。言いましょうか、って。めちゃ噛むね、今日。なんかやだね。9で行きましょう。ああ、なんかでも違いそうだな。私の回答はこれだ。あ、違うか。はい。不自然な文章のところは怪しい。あ、これ結構ヒントなんだよね。それだけでなく、漢字熟語の途中から隠されていたりする気をつけよう。まあそうだよね。うわ、ピカラトが減っちゃった。あ、メモも消えちゃったね。もう、まあいいや。カナダ、カイタリア、楽な毎日だ。老眼だが心配いらんよ。朝はゴルフ、夜ダンス、夜ダン。明日の今頃は、空手道場で、オーストラリア。明日の今頃は、なんかあるかな。今頃は、明日、他の今頃、空手道場で、空手道場。汗を流しトルコだろう。今後も会員度、インド市、ひらめき思考で、頑張りたいと思っている。まあ、バリを抜かせばいいかな。まあ、じゃあ、7で、?8 か。はい。全ての謎は必ず解ける。あれ違うんだ。やば。むずくね。英国紳士の名折れだ。名折れだって、うわ、言われちゃったよ。どうしよう。減ってくよ。縦にもなんかあるのか？縦書きにもあるのか？それだったらちょっと探すのってすごいな。よくわかんないね。カナダでしょ？だらけの手紙を書いたり案外楽な。書いたりや。案外楽な毎日だ。老眼だが心配いらんよ。今後も会員同士、ひらめき思考で頑張りたいと思っている。なんかあるわ、と。1,2,3,4,5,6,7,8。なるほど。頑張りたいか。たいだね。頑張りたいと思っているだから、1,2,3,4,5,6,7,8 か。じゃあ、1,2,3,4,5,6,7,8,9。で、最初、あれか、9個でダメだったから、バリもやっぱり入ってるのかな？バリも入ってて、じゃあ10ですね。タイか、そうだ、確かにタイってあるね。結構メジャーだよね。はい。すべての謎は必ず解ける。あれいけない。英国紳士の名折れだ。はて、やばいね。なるほどね。はい。ヒント見ちゃうか。ヒント見ましょうかね。まあ、結構ね、コイン溜まってるんでね。はい。はい、ヒント1ですね。不自然な文章のところには何かを隠しているようだ。だよね。句読点で区切られている国名もあって見つけにくい。なるべく棒読みで音読すると意外に見つけられるかもしれない。なるほど。そうかそうか。文章で見ないで一回やるか。文字で見ないで音読でしてみればいいのか。まあでもやってんだけどね。まあ一応ね。カタカナだらけの手紙を書いたり案外楽な毎日だ。だが心配いらんよ。朝はゴルフ、夜ダンス。明日の今頃は空手道場で、オーストリアと汗を流し取ることだろう。今後も会員同士、ひらめき思考で頑張りたいと思っている。8個。なんでしょうね。棒読みでしてみましたが。はい、もう一個いきましょうかね、ヒント。はい。隠されている国の地域を列挙すると、北米、中米、ヨーロッパ、アフリカ、中東、そしてアジア、まさに世界旅行である。1,2,3,4,5,6 個ってこと？嘘、なんか余計なもんがある？
イラン、イランって国あるよね。ヨルダンもあるよね。昼でもヨルダンっていいもんね。どんな覚え方だろう。ちょっとよくわからんね。もう一個見るか。いやー、3枚も使っちゃった。特に見つけにくそうな国を特別に教えよう。あ、ウガンダとかあるんだ。へえ、イタリア、ウガンダ、インド。さあ、どこに隠されているだろう。メキシコは見つけられたかな。ウガンダなんてあるんだ。どこだ。ウガンダ、シコウで頑張り、違うか。ウガンダはどこだ。ロウガンダガガ。なるほど、ロウガン、ウガンダね。ってことは11個 ?8 でも9でも10でもないなら11個だよね。うん。バリもた、じゃあバリも入ってんのかな。判定。これでどうかな。違うの。は違うか。はとか言っちゃダメだよね。待って。もう一回メモするか。カタカナだ。手紙を書いたりや、案外楽な毎日だ。ロウガンダが心配いらんよ。ヨルダンス、今のオーストリア、トルコ、会員同士、メキシコで頑張りたいと思っている。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いや、10じゃないの。あれ10って最初ってよね。最初とかさっき10ね。ルーク、私の回答はこれだ。違うんだ。残念だ。7でも8でも9でも10でも11でもない。多すぎるってこと。 6? はあ、これでどうかな。違うね。残念だ。なんか数字を入れてる。ちょっと良くないですね。じゃあもう一個なんかあるのか。なんだろう。多分12ってことだよね。そうだよね。6でも7でも8でも9でも10でも11でもないならってか、めっちゃ打ってんな。12とかだよねきっとね。あ、そうか、文の最後と行の頭か。行の最後と行の頭もあるのかな。明日の今頃は空手道場でオーストリア、夜ダンス明日の、ダンス明日の、空手道、汗を流しとる子、今後も会員同士、ひらめき思考で頑張りたいと思っている、と思っている。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。まあ、バリを入れて、なんだ、楽な毎日だ。案外楽、案外楽、イラクか。なるほど、案外楽な毎日だ。これで12か。オッケー。よっしゃー。12よりもあんのかな。超間違えてんね。でもこれね、クオク名知らないとダメなんじゃないか。やっと解けた。すごい問題、これすごいね。正解、ここに隠されていた国全部を回ったとすると相当な大旅行だ。確かに。まあこの解説の通りですね。案外楽ね。なるほどね。イのやつが多いですね。カナダ、イタリア、イラク、ウガンダ、イラン、ヨルダン、オーストリー、オーストリア、トルコ、コンゴ。コンゴか。なるほど。バリじゃなくてコンゴね。やっぱバリ島は違う国か。インド、メキシコ、タイですね。コンゴね。なるほどね。はい。いやー、今のは惨敗ですね。国名ね。まあでも、コンゴとかどうなんだ?ウガンダとか。結構マイナーな国だよね。というね、イチャモンをつける。まあ、よくないですね。とりあえず行きましょう。お見事、正解です。でも、小説の中にはもっと難しい謎がいくつも入る予定なんです。そうなんだ、謎解きだらけなんだ。レイトンって知ってるって。まあ、レイトンみたいな感じの小説なのかな。でも斬新だね。小説があって、その間に謎解き問題があるみたいだね。よかったらまた来てください。今度はもっと面白い謎を用意しておきますから。謎のパーツを手に入れた。そういえば謎のパーツめっちゃ手に入ったけど、そろそろ一回見てみるか。調査メモとかもあるしね。タッチすると勝手にはまってくれる。結構でかいパーツだったんだね。胸と後ろ足か。で指と。結構あれだね、集まってんね。結構集まってきたね。うわー、この目が目が泳ぐともっとグロい。すごっ、怖っ。でこれが骨格か。よかったー。よかったのか。いや、これはこれで怖いね。でも結構揃ってんね。でこれ下なんだ。で左耳。鼻大事だね、犬といえばね。でデコができましたね。いやー、途中怖かったね目なんか泳いでたね。なるほどね。でもだいぶできてきたね。すごいね。なんかマスコットキャラ的な感じなのかな。いやー、コイン使っちゃったね。なんか難問があるらしいからね。難問かってこういうのはいらないか今たまたまだわ。難問が何問かあるらしいんでね。コインを取っといた方がいいって言いますね。まあとりあえずね。次はどこに行けばいいんだ。食堂か。謎場の館だこれ。先生、扉に謎がはめ込まれています。どんな扉。
組み込まれ組み込まれ組み込まれてるみたいなソフトン。はい、さっきまでは何もなかったのに。おや、この謎が鍵になってるようだ。ふむ、面白い。ルーク解いてごらん、きっとこの扉が開くよ。あー、ついに謎バにご対面。58だって、だいぶ飛んだね。まあまあ謎バは後で行きましょうかね。まあとりあえずこれだけ解くか。赤い玉を出口まで持っていけるかな。おー、パズル系ですね。いや面白そう。邪魔なブロックをうまく動かして道を作ろう。12点目で出口まで到達できるはずだ。なるほどね、試行錯誤する感じですね。いやーこういう系好きなんだよね、パズルね。あー上に回数出るんだ。ほう、この、真ん中のでっかいブロックをどかさなきゃだよね。やべ、もうなんかめっちゃ使っちゃってますね。あ、これだといけないですね。普通にやるとこうしてこうでしょ、でまた寄せて、あ、いけないね。14手。やり直すと、どっから動かしたらいいんだろうね。とりあえずこの青い2つのどっちかしか動かすことができないんだよね、最初はね。で下動かして、下動かすとこれ以上進まなくて、これだとさっきと同じになりそうだね。どうしたらいいんだ。ここまではあれか、ここまでは合ってる。あー、でこうしてこうじゃん。なるほど、こうしてあとこの青いブロックか。青いブロックをあと2手。難しいね、どうしよう。いやとりあえずこれはもうミスってますね。下動かして、とりあえずここはこうするしかなくて、でもここでだいぶ手数使っちゃうんだよね。こうし、ん?下げて、上げて、いやー、ダメか。ダメっぽいな。どうしようかね。こうでしょ?こうでしょ?で、こう来て、こうで、こうして、なんか惜しいんだよなー。どうしたらいいんだ?これ、12点目?なるほど。赤い玉も動かせるのか。なるほどね。はい。こういうのもできるのね。なるほどね。はいはいはい。それだと広がるね。これでどうかな。あ、違う違う違う。これでいいの？解けましたよ先生。あ、一応これでいいんだ。へえ。最短12個か。あ、なんかな、微妙だな。一応いけるかなと思ってやってみたらいけたわ。まあでも最短12手でいけんだね。お見事。いろいろな形のブロックが邪魔して意外と難しかったのではないだろうか。あ、これもう一回やりてえな。よく解けたね、ルーク。これで扉が開くはずだ。謎辞典追加ですね。謎辞典、もう一回やろうかな。謎辞典、ここからできるのかな。あ、だいぶ飛んでますね。へえ、あー、なるほど、順番にいってるかがこれでわかるんだね。 1,2,3,4,5,6,7,8、 ふーん、12と19と21、23から25をやってないですね。うん、リベンジ、一回やりましょう。邪魔なブロックをうまく動かして道を作ろう。12点目で出口まで到達できるはずだ。なるほどね、一気にこの直線、真ん中の直線を開けなきゃいけないという思い込みがあったんだが、とりあえず、下から、いや上からの方がいいか。でとりあえずこのでっかいの動かしたくて、いやー、どうだろう、こういくじゃん。で、あ、12手はいけねえか。12手ってどうやっていくんだ、すごいな。でこうでしょ、18手かかるね。12手目で土井口まで到達できるはずだ。よくわかりませんな。ダメか。これ12手でいけんのかな。まず赤い玉を動かすのも 5手かかるんだよね。だから7手で道をルート作んなきゃって感じだよね、他のブロックね。なんだこれ。こうしかないよね、最初ね。あと2手。2手。いや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 、無理じゃね。あ、そっか、一直線に動かすのもあれなのか。これで一手換算なんだ。へえ。あ、それならいけるのか。あー、なるほどね。はいはいはい。あ、これならいけないんだったら。で、こうでしょ?あれ、これどうしよう。こうでしょ?あー、下焦がした方だったか?こう。うわー、ちょっとなー。15点か。なるほど。いや、でも一応行きたがってね。こうで、こうでしょ?ちょっとこれは間違いないですよね。こうでしょ?あ、いや、最後だな。いや、最後だな。こうして、こうで、こうで、こうで、こうじゃん。で、こうして、こうずらして、ここ、あー、痛いよもう。あ、こうして、こうして、こうと、行きたんだよね。はい、行きます。こうして、こうで、こうで、こうじゃん。で、こうして、こうでしょ?で、こう、あ、違う、これで、こうで。この先をもうこうで、もうこうで、こうなんだよ。ちょっと。いや、で。あー、待って。あー、13手か。13手だね。先生、これでどうですか。解けましたよ先生。こうでしょ。12手目で出口まで到達できる。これが最短なのか。ん、12手目で出口まで到達できるはずだから、もう1手少なくできるのか。いやー、惜しいな。これちょっといけなかったですね。先生、これでどうですか。やったー。
なるほど、12手目でいけんのかな。まあとりあえずノラは13手でギブですね。まあ最後までやりたいんだかな。なるほどね。まあとりあえずさっさと食堂行きましょうかね。こっちは開かないと。食堂でどこだっけ。食堂はこっちにあるのか。おお、なんかイベントがありますね。わ、一体何なんだ。ムッとしてる。あー、またこの人か。あー、もう腹が立つな。また怒ってんじゃん。どうした、今度は何があった。誰かあの音を止めておくれよ。なんだあれ、おじさんどうしたんですか。誰がおじさんなんだよ。確かに失礼だな。そんなことはどうでもいいけどさ、俺は怒ってるんだ。そうだね、あの音だよ、あの音。うるさくて眠りはしないじゃないか。あー、そう問題ね。確かに困るよね。昔はたまにしか聞こえなかったのに近頃ひどくなったんだ。おかげで眠れなくて。この野郎、めっちゃ怒ってる。落ち着いてください。あの音の正体が何なのかあなたは知らないのですか。そう言われるとな、知らないな。俺はあの塔に住む化け物とやらの声なんじゃないかと思ってるけど、本当はどうなんだろうな。まあ、昔から定期的に聞こえてたのか。でも最近は頻繁に増えてきてると。あの塔か。あー、すごい形だね。相変わらず怒ってますね。怒ってる人を見て笑ってる女の子がいる。よくないですよ。クスクス、あの人いつも怒ってばかり、バカみたい。この間も同じセリフだったね。あー、なんか謎あるかな。あー、もう頭にくるな。ほんと嫌になっちゃうよ。まあまず落ち着いて。何を怒ってるのかって、昨日からずっとこの謎を解こうとしてるんだけど。あー、別のことでも怒ってた。もう沸点低いね。なんか何にでも怒ってんじゃん。さっぱり解けなくて、もう全然眠れなくて、この野郎。寝れないのってその謎のせい。ちょっとあんたも見てくれよ。謎21か。へえ、だいぶ戻ったね。薬の順番。10個のカプセル剤がある。今日から1日1個ずつ毎日飲まなければならないのだが、それぞれ成分量が違っていて飲み日が決まっている。色も形も全く同じで見分けがつかないカプセル剤なので、間違いないように1から通し番号を書くことにした。なるほど。一体いくつの数字を書く必要があるだろうか。まあ飲みすぎたり飲まなすぎたりしても、困るからってことかな。それぞれ成分量が違うんだ。へー、ちょっとずつ最初多くしてちょっとずつ減らしていくってやつかな。まあまあとりあえず、順番を書く必要があって、最初何個でいいのかってやつですね。いくつの数字を書く必要があるだろう。1日1個ずつ飲まなければならない。今日の分、まあ今日の分はすぐ飲むから、まあ今日の分は書かなくていいとして、まあ次からの分ですね。で、1から通し番号を書くことにして、最後のも書かなくていいね。なんで、8個でいいのかな。最初と最後はまあいいとして、でいけるか。8個でいくか。これは謎解きなのか。なんか違うっぽいな。最初は飲むでしょ。で、次の日から、そうだね、次の日から分かればいいから、まあ何も書いてないのが最後に残るようにして、それを最後に飲めばいいんだもんね。8でいいかな。全ての謎は必ず解ける。あ、にっこりしてる。オッケー、イエー、いいですね。はい、正解。今日から飲むのだから、まず今日の分を飲んでしまうと。そして2日目の分から9日目までの分の数字を書く。そうすると何も書かれていないのが10日目の分だとわかる。あ、まんまこれですね。書かなくていけないのは8個である。よし、いいですね。すっきり解けましたね。なんだよ、もう自力で解こうと思ってたのに。勝手に解きやがってこの野郎。いや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 、なるほど。解いてもダメだし、解かなくても怒ってるし、まあほっとくしかないか。でもこれでやっと眠れるよ。にっこりしてる。いや、ほんと情緒どうなってんだ。ジェットコースターみたいだな。あんたたちも大変だろうけど頑張るよ。ありがとうな。いや、でも根はいいやつなんだよね。いや、ほんと嬉しそう。よかったね、眠れるようになって。でも騒音問題がまだ解決してないからね。で、食堂ってここかな。あー、ここっぽいですね。食堂のクルトンの話を聞こう。あー、わかりやすくメガネで出っ歯の人いますね。フリック、ふふ、君たち謎好きだろ。わかるんだよ。まあ明らかなんか謎を持ってそうですね。例えばさ、このコインを見る目つき、その目つきだけでも謎の匂いを嗅ぎつけたって感じだもの。あー、わかっちゃいます。そう、これが謎だよ。あー、コイン系の問題かな。正三角形の謎。次に示される図を見て答えてほしい。10個のコインが並んで正三角形になっている。このうち3個のコインだけを動かして三角形の向きを反対にしてほしい。ああ、なるほどね。まあ、パズルっちゃパズルか。今は上向きだからそれを下向きにすればよいと。面白そうですね。なるほどね。コインを配置して逆にする感じですね。動かせんのは3個だけか。なるほど。でも簡単じゃないこれ。ここでしょ。ああ、もうバラバラ。大丈夫これ。いや、待って待って待って、やり直しやり直し。まっすぐ置けないんだけど、ここをやって角を減らしてこうですね。はい、簡単ですね。まあ、スイスイ行きましょう。全ての謎は必ず解ける。はい、にっこり。はい、解けたよ。
いいですね、さらっといきましたね。正解です。有名な問題だが、前の三角形の底辺が後の三角形の中段になったり、その逆になっているところがあったりするのが楽しい。最初に見た図形の意味付けをうまく組み替えられるかが勝負。なるほどね、中段をいかにして利用するかですね。僕の睨んだ通り、なかなかの謎好きらしいね。ありがとうよ。謎のパーツを手に入れた。ありがとうよって褒め言葉なのか今。この町の人は謎好きが多い。でも僕みたいにいい人ばかりじゃないよ。騙されないようにね。そうか。自分で自分をいい人って言ってる。怪しいな。で、クルトンさんはこの真ん中の人かな。なんか人が良さそうですね。おー、なんかぽっちゃりしてんのかすっきりしてんのかわかんない体型ですね。ラモンさんですか。今日は見かけていませんよ。足細いな。ここにも手がかりはないようですね。ラモンさん、よく屋敷を抜け出してサボりに来るんですが。そうなんだ。屋敷の前にいるのもなんかサボりっていう雰囲気あるけどね。残念でしたね、会えなくて。サボりに来るような距離なのか、ここ。なんか長時間空くことになっちゃうからね。あれ、いないってなりやすいんじゃないか。そうだ、そういえば最近お客さんたちの間で変な噂が流れてるんですよ。大事そうですね。なんでも街をうろつく怪しい老人が街の人をさらってしまうとか。そいつっぽいね、黒幕。人さらいですか。その老人とは一体誰なんです。私も聞いた話ですからね。まあ噂ってそんなもんだよね。噂の真相が知りたいなら他に行ってもらわないと。ちょっと突き放してる。ごめんなさい。酒場に行けばここより詳しい話が聞けると思いますけどね。夜まで待つって感じか。だったらもうすぐ日が暮れます。酒場の開く時間ですよ。人さらいの老人か、気になるな。それがなんか塔に住んでる住人とかなのかな。目的がクリアされましたね。消えたラモンの手がかりを見つけろ。突然姿を消した使用人ラモンの手がかりを見つけ出そう。でクリアしましたね。次はな、なるほどね。こういうこの4つの謎があったわけね。これはおいおい解くとしましょうかね。先生、暗くなってきたようです。今日はこれで閉店ですよ。明日もよろしく。なんか何も食ってないけどね。情報が手に入ったということで。ムービーだ。いいね、この結構広い町なんだね。めっちゃ家あるじゃん。ルーク、整理しておこう。塔から響く音、姿を消す人たち、そして人さらいの老人。怪しいですよ先生。そうだね、どうやら手がかりが見えてきたな。どの道あっこは行く感じだよね。夜の町に乗り込むぞ。はい先生。夜バージョンですね。はい、次の目的、夜の街でラモンを探せ。ラマはまだ見つからない。夜の街でも捜索を続けよう。夜の街編ですね。場面が変わったということで、今日はここまでにしましょうかね。結構謎解き今日時間かかったしね。ということで次は夜の酒場ですね。で情報を集める感じですね。あの塔には一体いつ行けるのかって感じですね。だんだんちょっとずつストーリーは進めていきましょうかね。はい、ということで今日はここまでです。よかったらまだまだ続けていくんで、ご興味ある方はチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また会いましょう。ノラでした。夜の BGM いいね。